井の中の正月の感想、北条民夫。諸君は井戸の中の河津だ、と来者に向かって断定した男が近頃現れた。もちろんこのような言葉は取り上げるに足るまい。かような言葉を吐きうる頭脳というものがあまり上等なものでないということはもはや説明のようもない。しかしながら、 かかる言葉を聞くたびに私は、かつて言ったニーチェの嘆きが身に染みる。兄弟よ、何時は軽蔑ということを知っているか、何時を軽蔑する者に対しても公正であれという、公正の苦悩を知っているか。全療養所の兄弟諸君、恩未らにこのニーチェの嘆きがわかるか。しかし私は、 23度目の正月を迎えたこの病院で迎える三度目の正月である。かつて大会の魚であった私も、今はなんと井戸の中をゴソゴソと這い回る、哀れ一匹の蛙となり果てた。とはいえ、井戸の中に住むがゆえに、深夜中天にかかる星座の美しさを見た。 大会に住むがゆえに大会を知ったと自信する魚にこの星座の美しさがわかるか。深海の魚類は事故を取り巻く海水をすら意識せぬであろう。言わんや。だが思えばここ数年来、私の迎えた正月は何という信念であったことか。年改まるごとに、 私の苦痛は増すばかりであった。俺はお前に頭を下げるのじゃない。全人類の苦痛の前に頭を下げるのだ。と、ロジオン・ラスコリニコフは、売春婦ソニアの前にひざまずいて泣いた。しかも、人生は愚劣なのだ。現実はあくまでも醜悪なのだ。この愚劣な、 醜悪な人生を生きねばならぬ人間の苦痛が私にはたまらない。生きることは虚偽であるかもしれないのだ。だが、たとえそれが虚偽であるにしろ、生きねばならぬのが人間の宿命だ。命の姿を真に監督し得た者のみが、この言葉の意義を知ってくれよう。自殺の無意義さを、 心底から知っている者はいないか。今年もまた私の苦痛は一段と深まることであろう。だが苦痛とは何か。我々の精神を虐げ、我々の観念にひびを入れるこの苦痛とはそもそも何か。苦痛とは単なる神経刺激だというのか。そうではあるまい。 苦痛は私に夢を与えた。苦痛によって私はただ一つの夢を得た。1936年は私にとって生涯記念すべき年であった。ある意味においてはこの年は私の持っていたものの全てを失うためにのみ費やされたと言える。実際私は私の持っていたものを皆失ったのだ。 それは皆、この新しい夢を得るための代償であった。ああ、しかし、その夢が悪夢でないと誰が言おう。1937年の私の苦痛は、ここから始まるのだ。夢を持ったが故に、夢に虐げられるとは。それなら苦痛が救いだとでも言うのか。何も言わぬ。 私は作家だ。小説に対して人々は明るいとか暗いとか言う。だが新しい小説においては明るいとか暗いとかいう言葉は意味をなさぬ。世の更け渡る頃、私は机を前にしてじっと座っていた。私を包んだ空間は液状になって、私の肉体は徐々に 媒乱していくように思われるのであった。それは恐るべき瞬間である。その時私ははっきりと聞いた。私を蝕む病菌の呼吸の音を。新年早々、ろくでもない言葉を吐いた。もうこのような言葉は一切吐かぬことに決めた。さて私は仕事をしよう。 それ以外に何がある何にもありゃしないのだ。ひいらぎの柿の内から。